ラーメン食べラーメン食べに行きまーす、うん、合流しました合流しました。今東京駅着いたんですけど、ちょっとラーメン市場ラーメンストリートがちょっとどこにあるか分かんなくて迷子です。いやまあ今道間違えて振り出しに戻ったんですけど、はい、まあ最初に2点ぐらいして、はいはいはい、そこから追いついたと考えれば、はい、あのまあサッカーで考えればポジティブに考えられるのか、これから美味しいものを食べて逆転勝利目指していきたいと思います。バモバモ、それ煮干しがないもん。あ、まあね、いいよいいよここまだ全然止まってない。普通の煮干しラーメンにしよっかな。じゃあお次、田中圭太におすすめされたトイラテは、ここ夜寝れなくなっちゃうから。なるほど、いいですね。京都着きました。やばい、関東より寒くない？それ間違いないよ、結構暖かい、過ごしやすい気温なんで、はい、まあ、明日に向けていい準備してきます。またタクシーっすよ。またタクシーっすか。領収書当て直してもらっていいですか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今からどこ向かうんですか。ね、住稲荷っていうところ向かおうと思うんですけど。住稲荷。タクシーがしんどかった。深夜割りまして。2キロぐらいしか乗ってないのに2000円ぐらい取られてちょっと泣きそうっす。本当だよね、2キロで2000円はマジやばい。しかもなんかこっちの方が道詳しそうな気がした。全く違う。どうなんでしょうか。いいんじゃないですか。いいんじゃないですかね。多分行ったところで京都タワー見える。おお、すごい。131m と話題の京都タワー。131m 13対1で覚えた。そういうこと。そういうこと。京都は13ミリの綺麗だね、これ。お、綺麗。あ、すごい綺麗、ここ。いい感じ。ホテル着きました。こんな感じですね。めっちゃ雰囲気良さそう。ホテル着きました。着きました。八坂神社来てます。こんな感じですね。結構いい感じの神社なんで、まあ、ライトアップ綺麗なんで、これからもねちょっと散策していきたいと思います。あれ、これこの先今
最高の一日にしましょう。しっかり反応よくちゃんと止めて起きたんですよ。うん。キツネね。ちゃんと起きたんですよ。キツネよね。ちゃんとね。はい。ちゃんと起きたんですけど。終わりね。バモーバモーバモーさあ、こっち2、4、5うー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 
Oh, sick!